ましてありがとうございます。トロピオツカです。今回は2005年編の、スタンダードデッキご紹介になります。2005年もね、引き続き神話が大暴れするかと思われたんですけれども、2005年3月、大レイドの信奉者、連結の荒廃者、そして6種類のアーティファクト土地が一斉にスタンダードで禁止されることになります。もうね、神話デッキの屋台骨になっていたカードが一気にね、使用できなくなったおかげで、神話デッキは大幅に弱体化してトーナメントの主役の座を降りることになってしまいました。神話なき後のスタンダード、一体どうなったんでしょうか。流星した一つのデッキがありました。まずご紹介するのはトロンです。モダンでおなじみのトロンデッキはこの時代のスタンダードでもその強さを発揮していました。神話時代には全くその速度についていけなかったトロンですが、一斉禁止後のスタンダードでは環境の速度が遅くなり、それに伴って歯と爪をフィニッシャーに据えた緑タントロンデッキが流星します。土地をサーチする森の戦術と刈り取りと種まきを使用してトロンを揃え、最速4ターン目に歯と爪を掃除で放ち、ダークスティールの巨像などの対処困難なパッティでゲームを速やかに終わらせます。またトロンデッキは様々な派生系も活躍しました。青タンのコントロール型のトロンも登場し、こちらはゲームを長引かせることでドロースペルなどでトロンを揃えます。歯と爪のような大振りな動きはせず、妨害しながらエムナークやトリスケジオンといったカードでゲームを支配しました。続いて紹介するのはスライ。2004年時点の赤タンは神話に対し速度勝負を挑むのが難しく、ビッグレッドに代表される中低速型の形が主流でしたが、神話がいなくなった後はスピードを持ち味にしたスライデッキが流星しました。金属モックスやネータゲルタを使いながら一気に加速する点は変わりませんが、全体的にデッキをテーマ内機に抑え、いかに早く20点叩き込むかという点に重きを置いています。神川部門で赤の天敵ともいえる梅沢の実手が登場しますが、かまどの神や神髄の灰などで比較的軽いコストで実手を対処できる構成になっています。トロンデッキやビダル剣の枷をキーカードに据えた低速デッキが流行していたのも追い風で、遅いデッキが本領を発揮する前にゲームを終わらせることを目的としました。2005年の日本選手権にもトップ8に2人を送り込んでいます。続いて紹介するのはネズミ。神川物語に多くのネズミクリーチャーが収録されていることはよく知られていますが、実はミラディンブロックにも多くのネズミが登場していました。2ブロックにまたがったネズミたちを集めた結果、黒タンのビートダウンデッキとして多くの実績を残していくことになります。ネズミクリーチャーの多くは手札破壊能力を有しており、相手の手札を削りながらアドバンテージ差をつけ有利を広げていきます。そして相手が手札から捨てたクリーチャーは鬼の下僕スミメイが奪って仲間にしてしまいます。決して軽いクリーチャーばかりではありませんでしたが、そこは部族デッキ御用達の霊気の薬瓶がサポート、そして強力なクリーチャー相手には梅沢の実手を装備して立ち向かいます。今でもレガシーで使われるほどの強力な装備品ですが、もちろん当時のスタンダードでも大活躍。チャンプしてカウンターを貯めてマイナス修正と、それはもうやりたい放題。2005年のイタリア選手権ではトップ8のうち3人がネズミデッキで入賞しています。続いて紹介するのは樹脂コントロール。ダルニカ、ギルドの都が参入した後の世界選手権2005では、樹脂の弟子をドローエンジンに据えたコントロールデッキが最大勢力となりました。樹脂の弟子の他には巻物の君アサミもドローソースとして使われ、圧倒的なアドバンテージを利用して相手を翻弄します。フィニッシャーとしては曇り鏡のメルクが使われ、また樹脂の弟子を反転させ暴く者トモヤにすることで、水辺の学者ミナモインなどと組み合わせ相手を対象に大量ドローさせてライブラリーアートを狙う戦術も存在しました。そしてこの年の世界選手権は日本勢が大躍進するのですが、そこで日本人プレイヤーが最も多く持ち込んだのがこのセレズニア対立でした。セレスニアなのに対立と思うかもしれませんが、実際に使われたのは制圧の輝き。対立と効果が似ていたためこう呼ばれました。序盤から軽量クリーチャーを大量展開し、制圧の輝きでブロッカーを排除しながら殴り切るのが基本戦術となっています。コントロール相手には明けの星妖精とより良い品物コンボでロックして、十分にマナを使えない状態にして戦うこともでき、実際の世界選手権でもこのコンボが活躍し、このデッキを使用した森勝弘選手が見事世界選手権優勝を勝ち取りました。というわけで2005年のスタンダードデッキ5選、いかがでしたでしょうか。この年は結構日本勢がですね、世界選手権で大活躍して
世界選手権で行われた個人戦団体戦ともども日本人が優勝するということで、まあ、快挙の年となりました。今回は以上になります。次回は2006年編、ぜひお楽しみに。というわけで、ぜひよろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。